皆さんこんにちは。今回もソウルシルバーの世界を、ドーブルたちと旅をしていきますよ。前回は強化たけしさんを、しばいたところまでですね。今回はその続きからやっていきたいと思います。というわけで本日一発目は、かすみさんからですね。こちらからまともに抜群をつける技はないですが、相手からも基本的に抜群をつかれることはないと思うので、さすがに負けるということはないんじゃないでしょうか。さすがに波乗り程度の火力であれば、受け切ることができましたね。レベルがそこそこ高いスターミーが出た瞬間、全員上から殴られてワンパンなんじゃねえだろうな、というような、一抹の不安がよぎったんですが、そんなことはなくて一安心でした。二体目は、ミロカロスですか。普通に殴り合ってしまうと、ミロカロスの持ち味の耐久力に苦戦してしまうということで、ここは道連れを打ってしまいましょう。ここまではゴゴー特有の持ち味を発揮して、いつも通り1、2交換することができました。本当にこの動きが強いんだわ。基本的に相手の人は、こちらにとって有利に立ち回れるようなポケモンから出してくると思うので、それを1、2交換に持ち込めるというのが、とにかくありがたいですね。3体目は、ラプラスですか。若干厄介な相手が出てきてしまいました。こちらは、6号を出しています。何か深い意味があるというわけではなくて、最近ガチでポテチ枠になりかけているということで、少し仕事をしてもらいたいという目論見ですね。ひとまずラプラス3サイドが雨乞いをしてきてくれたということで、身代わりを張った甲斐がありましたね。その隙に悪巧みを積んでいきましょう。メインウェポンが吹雪というのであれば、外し読みでもう少し、身代わりで粘ってもいいかもしれませんね。メインウェポンは、波乗りか。ハイドロポンプというのであれば、しばらく粘ってやろうかという感じでしたが、さすがに無理がありますかね。とはいえ、6号がワンパン圏内の HP になっていれば、相手をワンパンできる技からランダムに、という AI の思考からいくと、吹雪を打ってくる可能性は残って今たるんかい。こっちとしては、それを避けるために身代わりを連打してるんだよな。ナイスです。無理かなと思いつつも、粘ってみて正解でしたね。この状況に関しては、身代わりを連打してくる相手に命中不安技を打ってきてる方が悪いですからね。その慢心をついて、トライアタックで攻めていきましょう。硬すぎるっぴ。悪巧み位置積み程度では、まともに殴り合うことすら難しいのかもしれんわ。なんかこう、腹太鼓を使っている時は強いという風に感じるんですが、悪巧みを積んでいく6号を見ていると、なんとなく悲しい気分になってきちゃいますね。状態以上にも、できずか。もう少し削っていければという感じではあったんですが、そううまくはいきませんでしたね。6号の特性上、身代わりをしているポケモンに対して補助技を連打しまくる、というような AI を利用する方ということで、怠慢でやり合う状況というのは、なかなか増えてなのかもしれませんね。こういう状況の時は、1号を出すに限ります。相手の動きを止めてしまえば、どうにかできる場合が多いですからね。まともに殴っていく技に関しては、固定ダメージ技しかないんですが、補助技も巻いていけるということで、怠慢戦闘において1号と3号は、非常に頼りになると思いますね。飛球投げではギリギリ落としきれませんでしたが、相手が起きない隙に宿り気の固定ダメージを与えて、ラプラス突破です。実は今のターンの気球投げは、どちらに転んでもいいという感じでした。落としきれずにラプラスが起きて1号をワンパンしてきた場合、相手は致命傷ということで、次のターンには回復をしてくるでしょうからね。そういう状況になった場合は2号を出せばいいやというような、非常に理想的な動きをしていました。お次は、フローゼルですか。低耐久なポケモンですが、足の速いアタッカーのポケモンですね。ここはひとまず、宿り火を巻いておくことにしますかね。巻いておいて、損はないでしょう。うへぇ、若干面倒なことになってきたわ。高速移動で上を取れるようにしてからの、ひるみ効果持ちの滝登り連打は、普通に辛いものがあるわ。
下手すると、ここから全抜きされる可能性すらあると思います。まあそれは、滝登りでの 20% ひるみを引き続けた場合に限りますけどもね。20% なんかそう簡単に引けるものでもないということで、慌てず行動していきましょう。地味に今、怒りの前歯を外したのが痛すぎるわ。151号には広角レンズを持たせており、命中率が 1.1 倍、命中 90% の技を打っても、99% で当たるような構成にはなっているんですが、1% の確率で、外す場合もあるんですよね。先ほどのターンはまさに、その 1% を引いてしまったという感じです。本音を言えば、1号にはいい感じのタイミングで退場してもらって、2号の原太鼓の起点にしたかったんですが、うまくいきませんでしたね。とはいえ、相手の回復を読んだキノコの胞子を打つことができているということで、このまま1号で、行けるところまで行く感じでいいですかね。いいっすねー。このフローゼル選手は、前日夜更かしをしているみたいです。やはりポケモンバトルというものは、前日夜更かしして挑んできてもらわないと、困っちゃいますわね。というわけで、フローゼルも無事突破です。こうして見ていると、2号で原太鼓を積んで無双する展開でなければ、戦闘が長引いているような気がしますね。それくらい2号がバチッとハマった時は、圧倒的な強さだということなんでしょう。お次は、ヌオウですか。ヌオウ自体は弱いポケモンではないですが、こちらに対して有効だとなり得る技もないと思うので、そこまでビビる必要もないでしょう。あっぶねー。危うくワンパンされるところだったわ。ですが、ここでしっかりと一発耐えてくれたというのは、非常にありがたいですね。ここから固定ダメージで削っていけるかいけないかで、だいぶ状況が変わってくるでしょうからね。よすよす、ぐっすり眠っていたまえ。久々に1号が単体で、活躍している場面を見ている気がします。なんとなく最近は、持ち前の耐久のなさの影響で、普通に蹂躙される場面が多かったですからね。技構成だけは一挙前の1号が、躍動しています。相手のラス1は、ランタンですか。レベルも低めですし、そこまでビビる相手でもないでしょう。なんかこの強化ジムリーダー戦って、相棒ポジションのポケモンを必ず最後に持ってくるとか、そういう感じではないみたいですね。戦闘の最後に強敵が待っているという展開ではなく、消化試合的なポケモンが最後に出てくるような気がします。別に最後に出てくるポケモンが悪いと言っているわけではなくて、レベル的にどう見ても低いポケモンが、最後に出てきているという気がするんですよね。というわけで例のごとく、ラス1のポケモンに滅びの歌を打ち、チェックメイトです。今回は珍しく、2号にはお休みしててもらいました。若干ぐだついてはしまいましたが、負ける要素がない戦いだったような気がしますね。さてお次は、マチスさんとやり合いましょうかね。正直ここはだいぶヤバいんじゃないかということが、私の中で話題になっています。初めて挑んだ時ですらケチョンケチョンにされて、全く手が出ないような感じだったということで、それが強化されるとなると、ガチでヤバいような気がするんですよね。そこそこレベルが高いっすねー。ひとまず深く考えず初手は、5号で行くことにします。ここはガチで負ける可能性が、いやーきついっす。一ターン目からすでに、相手の方が有利に立ち回っとるわ。ひとまずラムの実を持たせているということで、電磁波を一発しのげました。これは堅実すぎますわ。電磁波一発で懲りてやめたりだとか、影分身にシフトチェンジしてくれればという感じだったんですが、うまくいかないもんですね。さすがに電磁波をアンコールで縛るわけにもいかないので、ミラコを連打するしかないんですよね。ダメだこや。この時点ですでに、勝てるビジョンが見えてこんわ。何もかもがうまくいってないと言わざるを得ません。完全に私の方がマチスにビビり散らして、正常な思考に慣れていない気がします。完全にマチスさんから放たれる気迫に、押し負けてますわ。ひとまずここはワンチャンを求めて、6号を出していきますか。相手が電磁波を巻いてくる、それすなわち、身代わりに対してひたすら電磁波を打ってくる可能性がある、ということでしょうからね。それを信じてやっていくしかないでしょう。
もはや、藁にもすがる思いになっちゃってます。苦手な対戦相手に当たった瞬間、ここまで思考が乱されるんやなって。完全に私、マチスに対して X になっちゃってるわこれ。一応一発電磁波を吹かすことはできたんですが、身代わりに対して電磁波を多用してくるような感じじゃなさそうですねこれ。完全にダメですねこれ。レベルの関係とかで耐久力がそこそこある状態であれば、身代わりに対して永久に電磁波を巻き続けたりすると思うんですが、ドーグルというポケモン自体の耐久力が低いということと、6号の性格が無邪気で、身代わりを一度張った瞬間、10万ボルトでワンパンできる HP だから10万ボルト応答、ってな感じの AI になっているみたいで、全然うまくいかないんですよね。雲行きが怪しすぎる。雷中をまともに削れず、回復薬すら使わせることができないまま、2体やられてしまいました。もはやどうすればいいのかすら、わからなくなってきてしまいました。ダスコがいないということでひとまず3号を出しましたが、どうすればいいのかすらわからんわ。とりあえずナイトヘッドを打って、堅実に削っていく感じでいきますか。こうなってしまった以上、正攻法で攻めていくしかないでしょう。思いのほか、削れてしまいました。これはさすがに回復をされることが濃厚だということで、イバルをしていきましょう。もはやイバルによる自傷ダメージに頼るしかありません。いやー、自分を殴ってくれないと困りますって。本当に何もかも、噛み合わないですね。編集している時に見ていると、何をそんなに取り乱しとるんやという感じではあるんですが、ガチで相手の目を見ることができないくらい、精神的に参ってしまっているんでしょう。マチスの気迫、恐るべし。いいっすねー。一生自分を殴り続けろとは言いませんが、確率通り、2ターンに1度は、自分を殴ってほしいところ。完璧だー。ここで動かれるかどうかで、天と地ほどの差がありました。2体目は、エレキブルですか。何をしてくるかは知りませんが、またイバルを打っていく感じで問題ないでしょう。ここまで来たらイバル。流れ変わったな。ここまでかき回された状態から、さらには格闘技すら飛んできてしまうとは。そういえば一発目の戦いの時も、エレブーがケタ振りをしてたような気がするわ。本当にこの戦いは、鬼門続きですね。こちらのパーティーも強くなったはずなんですが、負け癖がついちゃっているというのと、相手も普通に強くなっちゃってるというのが、とにかくやばい。タバレ。どんだけ当たらんねんこの怒りの前歯。しつこいようですが、隠れヒレやジンルーのようなポケモンが覚える HP を半分にする技に関しては、従来通り命中 90% でいいと思うんですが、怒りの前歯くらい命中 100%、せめて 95% くらいにしてもらうわけにはいかないんでしょうか。普段あんまりこういう技を多用することはないのが普通だと思うんですが、多用することになる立場からすると、使い心地が悪いと言わざるを得んわ。一応エレキブルサンサイドがぐっすり眠っているということだけは、救いですね。怒りの前歯をしっかりと当てることができていれば、今頃エレキブルを追い込めてるんだけどなぁ。オケオケ。怒りの前歯に切れ散らかしたりもしましたが、無事ノーダメージでエレキブル突破です。起きてくれなくて、本当に助かりましたね。3体目は、マルマインですか。正直しばくぞ。どうすんねんこれマジで。ここまでは割とまともに戦ってきていたので、影分身からは足を洗ったのか、感心感心と思っていたんですが、運ゲー路線に頭の先までどっぷり使ってやがったわ。影分身を積んでこられるとなると、話が変わってきますわね。ナイスデース。どうにかキノコの奉仕で、眠らせることには成功しましたね。このままだと無限に影分身を積まれていた可能性があったので、ひとまず止めることはできました。よく当ててくれました。とにかく少しずつでも、削っていくなんやねんこれは。影分身はガン積みしてくるわ。
こちらは一発殴っただけで静電気で麻痺るわ。こんなんじゃ試合にならんのじゃ。ここまで相手の思うように試合が動かれてしまうと、たまったもんじゃないですね。どうなっとんねんマジで。こういうところがあるからマチスと戦いたくないねん。試合にならんわこれ。オケオケ。なんくせつけ太郎に用意された私が取り乱している中、1号は仕事してくれていますね。これはガチでラチが開かないということで、2号に交代して、原田以降釣りに行くしかないでしょう。ガチでこの試合、2号で一気に攻め落とさないと、勝ちきれないような気がします。このタイミングで最速落ちするかねっつー。あと1ターン眠って欲しかった。よすよす。意外と10万ボルトが食らわなかったおかげで、原田以降ができました。普通に半分近く食らって、原田以降ができないんじゃないかと思ってました。これはなんやねんこれは。何をもってジムリーダー選定委員会は、マチスにジムリーダーの資格を与えてんだよ。ジムリーダーになった奴が運営を仕掛けてくるのは、規則で禁止すべきでしょ。せっかく原田以降を詰めて、ここから楽天という風に生きようようだった私の気持ちの高揚を返してくれ。的確すぎるねんってマジで。しかも電磁波くらい、避けてもらわんと困りますって。ここまで相手の手の上で踊らされることがあるかねっつー。譲渡編は圧倒的な勝率、霞戦までも安定した戦いが続いていたというのに、ここまでボロボロになるかっつー。これはだいぶ、長くなるかもしれんわ。チャージビームでも持っていれば、まだ全抜きの希望が残されていたんですが、この程度のダメージ量ではなかなか、押し切れないわね。これはマジで、やばい以外に言えませんわ。マチス戦は、こうなる前に一気に蹴りをつけるしかないんじゃないかという気がします。試合展開が若干ぐだついてしまった時点で、勝ちの目が薄い相手なんじゃないでしょうか。なーんも当たらんもの。大爆発でも打ってやろうかと思わなくもないんですが、この状態では、あまりにもリスクしかないですからね。このグダグダした展開でも、ひたすら続けていくしかないのです。ひとまず丸マインに対して、電磁波を当てることができました。私は自由に行動できなくなってるんだから、マチスさんサイドも自由に動けないようにしないと、不公平というもんですからね。ナイスデース。この泥沼試合を押し切ったということで、私の勝ちにしてもらうわけにはいかないか？お次は、ライボルトですか。苦しい相手が続きますね。自利品の状態から押し切れるような構成ではないですわ。しゃあない。あの残り HP では、普段受けきれる技も受けきれませんわね。この試合はガチで、相手の言いようにやられたという感じですね。この試合は潔く、敗北を認めようではないか。とはいえ、相手のパーティー構成や行動はなんとなく分かったということで、次は圧倒的な勝利を収めてやるからな。覚悟しとけよマジで。というわけで、対策を考えてきました。今回の先陣は5号に切ってもらうのではなく、2号に切ってもらいたいと思います。相手が初手に電磁波を高確率で打ってくるのであれば、ラムの実を持たせて、それを無効化します。その隙に原大根を積んで、一気に全抜きしてやろうという感じですね。こういう相手に対しては小細工なんかせず、真っ向勝負でゴリ押してしまうのが、手っ取り早かったりしますからね。というわけで相手の初手は、雷中ですね。ここで電磁波をしてくるかどうかで、この試合の命運は決まると言っていいでしょう。ザマー見やがれってんだ。もはやお前の行動は、読み切っているのだよ。
先ほどの試合は10分以上の大苦戦となってしまいましたが、今回は3分で決着をつけてやるわ。ジムリーダー戦最速記録を打ち立ててやるからな、覚悟しとけや。オケオケ。若干不安ではありましたが、しっかりとドレインパンチで、ワンパンすることができました。HP も潤沢になったわけですし、静電気で麻痺ったりもなかったということで、イケイケドンドンで、蹴散らしてやるわ。2体目は、エレキブルですか。ここから先はもう、神速無双でいいでしょう。このまま2号で全抜きして、さっきの戦いは何だったんだと思わせるような、圧勝を見せたろうやないか。エレキブルも、無事ワンパンですね。弱点をつけなかろうが、腹太鼓神速を受けられるポケモンは、なかなかいないでしょうからね。3体目は、マルマインですか。先ほどはここで依頼目に遭いましたが、今回は神速で、ぶち抜いてしまいましょう。オケオケ。マルマインも、余裕で突破です。電気タイプはそこまで耐久力が高いポケモンがいないですし、このまま試合終了でしょう。ジバコイルを出されてしまいましたが、聖なる炎やドレインパンチで、抜群をついていけますからね。負ける要素が全くないわ。ふん、恐るるに足らんわ。グダグダせずにサクッと勝負をしてしまえば、こんなもんですわな。5体目は、ライボルトですか。ここも何も考えずに、押し切ってしまいますよ。波に乗った2号は勝ちで、手がつけられませんわ。さあさあ、2号1匹で突破、残る1匹もこのまま突破して、ノーダメージで6立てという偉業を成し遂げてやるわ。相手のラス1は、パチリスですか。パチリスごときの耐久力で、2号の攻撃を受け切れるはずもないので、このまま神速を打って、完全試合達成や。やったぜ。というわけで有言実行、圧倒的な勝利を収めて、マチスさんに勝つことができました。よかったよかった。それではキリもいいですし、今回はここまでにしておきましょうかね。ご視聴ありがとうございました。サンキューフォーウォッチング、いろいろやっとるでー。次回も見てくれよなー。